そのメグっぽいのに新たなライブラリーが追加されることが発表されました。発売は3月16日。といっても、今回登場するのは、まさにオリジナル版とも言えるメグっぽいのネイティブ。これは、ボーカロイド2版と何が違うのか、どのタイミングでレコーディングしたものなのか、価格的にどうなのかなど気になることもいっぱい。実は今回の発表に先駆けて、インターネットの村上の森社長、かっこ以下継承役に話を聞くことができたので、インタビュー形式で紹介してみましょう。